はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウイニングポスト9 2021続きやっていきましょう。2011年12月の3週から難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。今回セールからね。はい、セールいきましょう。お、ベストオーリアはいいっすね。これは。ダートです。ベストオーリア。ベストオーリアちょっと使いたいけどね。まあまあ。とりあえず、丸大チャレンジやろう。タイムだとこんな感じ。まあ、タイムね、関係ないっすから。全体の印でいく？ちょっともうちょっと確認しましょう。そうやね。ちょっとこの辺行こうかな。はい、買います。で3周がレースがベガ万世、まあこの辺ですね。あとは警察ワンダーか。いや、これが結構強かったんですよね。1600から2600で牝馬3冠取れるレベルあるんじゃない？スピードもありそうでしたけどね。はい、まあとりあえず行きましょう。なんか使う？ああ、でもないですね。はい、ないです。 OK、 じゃあネクストで、ベガ万世。 OK、 勝てるところをコツコツと。警察ワンダー一番人気。ちょっとここはね、確認します。まあ、どれくらいやれるのか。さあ、直線コースに入りました。警察ワンダー先頭、前に迫るガローネガ。うわー、ちょっと怪しいかこれ。捕まる？もう一伸び欲しいが捕まるね。先頭はグラレント。あー、全然したね。グラレント、1着、2着、マジか。ブライトライン、見事に勝ちました。これ良くないな。警察ワンダー完敗です。着外に沈みました。これは良くないですね。で、マイルドどちらでもキング三冠で、リッタステオキング三冠ね。これもうちょっとやっぱスピード欲しいな。スピードが足りないですね。で、ディクタステオ。まあ、今回は得意距離。ゴルシ。ジャストウェイ。カレンブラックヒル。いいね。いい。戦おうよ。まあ、スピルバーグとかね。ディープブリアランテ。レベル高い。で、こっちもね、レベル高いんですよ。こっちも。で、オルフェーブル、ピサー、AC フラッシュ。ドリームジャーニー。ルラシップ。まあまあ、史実がもうガーって並んでます。はい、じゃあ行きましょう。
ホープフルのメンバーも楽しみですね。さあマックスどちらにもブエナビスタ来た、オルフェーブル、はい、ビクトアルピサこれはね、いい4強っすね。これはどうする、マックスどちらでもがキング3冠、キング3冠、これなんとも言えないですよね。これ1900スピードね、もう一つスピード台入れないと厳しいんすよ。ただちょっともったいないよね。まあスピードと柔軟くらいなら、まあ入れてもいいっすけどね。入れとくかこれ、軽く。機種ちょっと使っとこうかな。はい、ちょっと使っときます。これでいいや、3冠は。はい、一応こんな感じでいこうと思います。まあ、もうちょっと成長すればエースですね。あとはホープフル、テオか。ああ、調子落ちてる。まずいね。1700から2000。ちょっと休んでもいいじゃん。一周休んでね。それで行きましょう。2周休みます。はい、これで。で2つ絆使える、キャット、キャットやね。はい、キャット使おう。グループ育成ありがたい。はい、それじゃあ行きましょう。マイルドどちらでも強いな、ここも3着。キング3冠が2番人気か、ゴールドシップか、ゴルシが1番人気。まあこれはちょっとダイジェストいこうかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャスターウェイ先頭、残り200m、ジャスターウェイさらに足を伸ばす。キング3冠、うわちょっと苦しい感じかこれ。オッケー、来た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 来ました、根性見せた3冠。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で、ね、確認してみましょう。よし、とりあえずゴルシエ、ジャストウェイを抑えて勝ち。いや、これは良かったじゃないですか。一番人気はオルフェブル。まあこれメンバーもいいですし、レース行こうかな。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。
さあ最後は大外枠の当選ラーゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。まずは揃った綺麗なスタート。さあ先頭を奪うのはどの馬か。エフトワールピサ前に行きそうです。当選ジョーダン、それに続いています。さらにはトゥーザグローリー、16番当選ラー、その後ろ当選ジョーダン先手を取りました。ダークシャドウ、それに続いています。内からはエイシンフラッシュ、その外にルーラーシップ並んで5番ブエナビスタ、その外からホエールキャプチャー。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。少し離れてナムラクレセント、続いていますドリームジャーニー、それに続きます。その外にラノンシャンティ、ベルシャザール、そのうちに続いていますオルフェーブル、この位置です。その隣にマックスどちらでもしんがりからウィンバリアシオン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました13番ダークシャドウ、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがビクトワールピサ、これに続いてホエールキャプチャー、その後ろからはゴーセンジョーダン、ルーラーシップ、それに続いていますラノンシャンティ、すぐ後ろさらにはブエナビスタ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はダークシャドウ、2番手はビクトワールピサ、ホエールキャプチャー、3番手オルフェーブル、この位置から届くのか。さあここから、さあ先頭は上がってきてるか、来てるかこれ。離れてホエールキャプチャー、その外からはラノンシャンティ、ダービー馬同士の争いだ。ここで先頭に立ったビクトワールピサ、残り2、いやーでも届かないですね。後続は大きく離れた、来てるんですけどね。ウエナビスタ、ビクトワールピサ、強い強い、素晴らしい。いや強いね。いつもねそこまでピサ強く感じないんですけどね、今回強いね、大活躍じゃん、素晴らしいね。さあ、ベガ万世。OK。勝てるところをコツコツと。まあ、直接対決負けてるんですけどね。勝ったことないんですが。さあ表彰式、今年はこんな感じ。マイルドエルコン、マックスどちらでもどちらでも、マックスどちらでもどちらでも、でキング三冠、これは良かった。ただこの辺落としてるんですよね。ただこの取ってるメンバーさ結構強力っすよね今年ね。まあ、サウンド最速マイルドエルコン、はい、今 OK。楽しいね、シーズと戦うのは。はい、オルフェーブル。おお、大活躍じゃん。フランケル。はい、マックスどちらでも、まあベイナビさんもそうっすよね、そうだと思ってました。さあ結構衰えてますよ、ベガ万世、マックス万世、これから楽しみ。あ、ベガ万世もいいね、スピード A で1300から2500使えて、まあパワー S プラで、賢くないのがちょっとあれなんですが、まあでも悪くない。で、マックス番手はなかなかいい。これは。これは楽しみ。さあ、結構引退いますね。あとね、でも、どうしますかね。ディクタスグラス。まあ、もう一年使ってもいいんですが。
あ、でも牝馬きついね、これ。ブエナビスタ来て、マックスどちらでも来て。いや、ちょっとこれくらいにしときますか、引退は。ライス三冠。サウンド最速。サウンド最速は使うやろ。はい。じゃあちょっとこれで、とりあえず。エルコン。エルコンは良かった、これは。はい、そしてベナビスター。あ、秋コバ三冠もね、取ってます。で、マックスどちらでも。まあ、これも良かったですよね、かなり。で、ワークフォース。そしてマイルドどちらでも。はい、マイルドどちらでも。まあ、これはエルコンっすね。いや、これがね、またきついっすね、これ。結構いるんすよ。あ、でもギブンもなかなかいいじゃん、これ。失乱。まあ、とりあえず、キングマックス、そろそろ売る、これ。マックスどちらでも。6はね、結構きついっすよ、これ。スーパーベガ売る？スーパーベガ使いやすいっすけどね。スーパーベガ売るか。この辺残したいよね。大物警察。大物警察は残したいっす、これ。あ、マイルドどちらでもいいね。警察ダートか。警察ダート、まあ、売ってもいいね。警察ダートは。バター警察なんですが、まあ、これは売ってもいいっすね。マックスどちらでもは、残したいよね。ディクタス芝。まあ、ブエナビスタもちろん、残す。残します。あ、ギブン使いやすいな、これ。ギブ残すか、これ。ヒストリックスター売ろう。売りたくないんですが。ライスシャワーに。もうね、売りたくないんですけどね、これも。ディクタスワンダー、マックスベガ。マックスベガか。まあ、キングマックス売ろう。とりあえずキングマックス売ります。で、ディクタスマイル。テオ、ディクタスグラス。ディクタスワンダー。いや、まだでも売りたくないな。もうあと2、3年使いたいですね。この枠がさ、ほんと厳しいよね、これ。スーパーベガ売るか。ライスシャワーに。
じゃあ来週は2売ります。あと3頭マックスベガ売ろう。でマックスベガ売って、キングバリューか。まあキングバリュー売りましょう。あと1頭マックス晩成。じゃマックスマイル売ろう。はい、これでちょっとこの辺楽しみですからね。ちょっとこの辺使いたい。じゃ一気に入れ替えます。まあ今まで使ってきたこの辺をちょっと売って、はい、これでいきます。もう OK、 これで、こっちもね、シュボーバーはクラシック、クラシックか。マイルドマイル、まあこの辺を売ってもいいかな。マイルドマイル、まあキングホクトの、まあこれでいいんじゃないですか。下の方ちょっと見ようか。警察パサー、警察パサー売ろうよ。はい、で調教師はこんな感じで、騎手まずビホルダーはもちろんキープで、ダーとマイルの超大物、まあ、これはもうむちゃくちゃ強いです。じゃあ上からいきます。芝中距離大物、ダーとマイルの超大物、オッケー、爆心、いいね。さあ、あとはこの辺っすね。まあ、これでも面白いっすけどね。成長したらこれ面白くなりそうっすけどね。いやー、でもどうすっかな。まあ、カッパギ20丸はいいっすね。まあ、クラブ行こう。これもまあ、クラブっすかね。あ、で、これ、丸貝。早めで、カッパギ20丸。で、クラシックは、まあ、面白い。まあ、これ、バリューは、ちょっと残そうかな。まあ、ミカ、印ついてないんですが、ちょっと使おうかなと思います。でディクタスワンダーも残そう。これまあ距離適正がいいですね。ちょっと使いたいなっていう、そんな感じです。早めでカッパギが20丸、まあスピードはぼちぼちありそう。はい、じゃあちょっと残り決めちゃいます。はい、設定終わりました。じゃあ行きましょう。まあこのスーパーね、あの超ものです。まあこれ楽しみですね。キング流星の子、こっちもね楽しみ。まああとはビホルダーっすね。まあこれをどこ使っていくか。はい、じゃあ OK と。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ柵越え、そしてライスクラシックでマックス晩成。ライスクラシック残念、キング三冠、三冠か、いやそれはやめとこう。
リクタステオ1900から2400。そうですね、まあ海外持ってってもいいんすけどね。これどっかとりあえず G3 軽く買って、まあ普通に十分ね、あと勝てるので、まあ国内走らせるか。お、こんな感じだったよね。あ、いいじゃん。いや、買えないっす。俺は、これは。うん、これはもう買えずに行きます。次、あの、引き継ぎありでやるときは、ちょっと違うのをね、使うんですが。まあ、今回このまま行きましょう。2022年までの予定なので、ちょっとなんかいろいろこれ決めないといけないですね。最速は大丈夫で、三冠ね、三冠はどうすかな。これ海外持ってく、海外持ってってもね、スピード A プラスからね、もうちょっとスピードあればね、よし海外行こうってなるんですけどね。いいか、サツキダービーで遊ぶか、とりあえず。そうしよう、そうします。柵越えは楽しみ。これはまあじっくり使っていくって感じで。印なし、あとはディクタスグラス、まあこの辺も OK ですね。とりあえず組んである。でライス参加もとりあえず OK、 マックス番宣も OK ですね。とりあえず OK、 1600はさちょっと短いよね。ちょっと長いとこ使ってやろう。なんかないですかね。1800か。1800もね。あ、2400いこうよ。トリートは OK。で、爆心は任せる。はい。じゃあ行きましょう、これで。ネクスト。さあ、柵越え人気ない。コーナーをカーブして、さあこれからです。フェノーメノ先頭、残り全然じゃん。後続を引き離すフェノーメノ、足色は衰えません。2番手はカントリーカロリス、フェノーメノ今もうちょっと来てもよかったね、これ柵越え。2着はカントリーカロリス、3着にエーシンキャリア。ただあの騎手は変えないです、変えません。フェノーメノ、共に成長していく。変えません。マックス、バーセ。ここはね、稼ぎたい、しっかり。勝てよ。よし。マイルドトリート、そして、マルカイ爆心。あ、行きます。虹持ってないんですが。ちょっと一応見るか。あ、オーストラリアとかも最高ですね、これ。あ、ウィンクスモールじゃん。オーストラリア、まあいいね。ちょっとさ、なんか買おうかな。
どうするか。これアデレードあたり行こう。あ、キングストヒルしようかな。迷うね。5枚。今7枚持ってましたよね。シャドビリーフとかもいいけどな。ちょっと一回使ってみようかな。一回も使ったことないです。ダートで距離適正どれくらいですかね。1600くらいから多分2000ちょいじゃないかなと思うんですが、ちょっと買おうかな。はい、ちょっと使ってみよう。 OK。 はい、よし、じゃあネクストと。ダイジェスト。さあ、いよいよ直線の攻防。マイルドトリート先頭。さあ、ハーフスターティング、一気に来た。残り 200m、 先頭はマイルドトリート、2番手はハーフスターティング、マイルドトリート。はい、いい走りです。マイルドトリート後輪、2着はハーフスターティング。これは桁外れ。マイルド系しっかり使っていきましょう。はい、賢さあり。で、爆心。丸大爆心。マックス印なし、そしてリクタスグラスライス三冠。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。